年の7月、8月、クソ暑かった夏。場所も同じこの中京大学のこの会館で、今あそこで真面目そうな顔に見えます藤川雅人の参議院選挙の応援にいっぱいの方にお集まりいただきまして、ここで大会をさせていただき、あの時まで皆さん方愛知県じゃ参議院候補者の枠は3人ですが、3番目に入らええとこと、そう言ってたでしょうか。事実ここは軒並み衆議院はバタバタ落としてるしね、なんとなく前回1年半前になります、あの8月の選挙の時もなんとなくちょっと変えてみませんか、ね、政権交代なんかハンドワーク変えるような調子で政権交代を一票入れた人もいるだろう、この中にはいない、本当いなければ15人も落ちるはずないんだけどな、15人落ちたんだよ、ここは日本で一番落としたのは愛知県ですから、その反省もたってこの間の藤川の選挙は圧勝させてもらいました。本人の球も良かったんだろうけど、まずは藤川雅人を当選させていただいたことに関しまして心から御礼を申し上げます。ありがとうございました。そして今この度神田さんの後を受けて、今いろいろな知事候補がしのぎを削っております。一番大事なのはやっぱり今会長の本会さんの話がありましたように、やっぱりいい球、いい候補者、いい知事を選ぶ、これが一番大事です。その意味においては誰に聞いても今回の候補者の中では重徳和彦が一番ええ、顔もええと言うとるよ。やっぱり愛知県民の代表する顔なんだから、やっぱりこれは大事なことなんじゃないかと私はそう思っています。学歴とか経歴とはもう皆さんのことは聞いたことあると思いますんで、僕は去年の10月に会ったのが、あの候補者として会ったのは最初ですが、その前忘れちゃってるかもしれませんが、新潟県で地震があって、子供が新潟県の川の淵の崖のところに挟まれて救出するしないっていうのを徹夜の作業があったのを覚えてません。あの時総務大臣したんで担当に現場に直行してって言うんで、一番に選ばれたのが重徳和彦。ちょっと小さいから目立たなかったかもしれないけど、間違いなくあの現場にて救出の最前線にいたのが重徳、それが私と重徳和彦の最初の縁なんですが、今回知事候補として皆さんにお世話になることになりました。3ヶ月前に名古屋で初めて重徳和彦候補者として会ってから、かれこれ3ヶ月半が経ちますけれども、間違いなく役人行政官の顔から政治家の候補者の顔に変わりつつあると思います。この時に会うには1位の顔で会いたいと思ってるんですけれども、ぜひ皆さん方にお力をいただいて、3ヶ月半で確実に伸びてくる、人間ってのはそんな変わらないもんですけれども、これだけ若いというのはそれだけ成長している要素を残しているということでもあります。ぜひ今回は皆さん方いろいろな一冊これやったんでしょうけども、ぜひ重徳と思って今日は応援に上がらせてもらいました。しかし考えてみてください、今から1年半前の選挙の時には税金安くします、高速道路タダにします、まあ数え上げたらずーっと言えるけれども、そればっかり言ってると批判ばっかりに聞こえるんで、言いたいのはやりますと、これもやります、あれもやりますと言ってやらない、
元のそれに裏付けるお金はどうするんですって、これ当然責任野党としては俺たちはそう思った、そんないい加減なことができるわけないでしょうかと、増税ですかと、今の政府の予算の中から絞って出します20兆としたほう20兆ね、自分らで作ったんだよね、今今度のやつはいくら出たよ、1兆も出ませんでしたから全然足りなくなった、お忘れですか、そういったようなことの積み重ねっていうのはやっぱり嘘っていうのは信頼されないんですよ、やるやる詐欺みたいな話ですからね、こういったような話は人が信用できなくなってくる、そういった不満を皆さんきっと今お持ちなんだと思う、なんとなく今の外交の話を見ても、普天間の話は去年一昨年の10月ですよ、最低でも県外、私には不安がありますそう言ったんだよ、ご本人が内閣総理大臣だぜ、そう言って開けてびっくり玉手箱、不安はない、元に戻って従来通りの辺野古でやります、元に戻って自民党原案通りだからいいじゃないですか、冗談言っちゃいけませんって、沖縄県民の心が違いますよ、最低でも県外って言ったじゃないかということに必ずなりますから、そういう嘘が積み重なってくると自分たちの代表として送った人たちがマニフェストやります、その通りやりますって言って今回はやれませんって、やれないから自由民主党さん一緒に相談に乗ってください、お前調子いいこと言うなよってね、結婚する前に着物も買うてやる、うちも建てちゃう、あ指輪も買うてやる、全然話が違ったね、もうきっとこの中でいっぱい言うだろうね、やっぱりねそういうふうにね乗せられたら、やっぱり乗せられた方がダメなんですよ、1回乗せられてもしょうがないけど2回も3回も乗せられたらアウト、僕はそういった意味で今回のこの知事選挙っていうものは全国多分注目の的ですよ、今週の日曜日はここでね、この選挙が一番ですから、その意味ではぜひ名古屋の人たち、また愛知の人たちが今の政権なり政策に不信やな不満というものを持っているとするならば、ぜひその気持ちを票に変えて自分の気持ちを証明できるチャンスは皆さんしか持っていません、ぜひその一票を重徳和彦に与えてもらいたい、それが皆さん方の今の現状に対する不満であり、それが国民の声であり、マスコミが作る世論と違う皆さん方の本当の世論というものがそこに出てくると確信しています。ぜひ今回の中で一番候補者として誰が見てもいいという候補者を、皆さんは今日実物をここで見た人も初めて見る人もいるんだろうから、皆さん自分の目で見た上で前回みたいに騙されることなく、引っかかることなく、乗せられることなく、自分の目で見て自分の耳で聞いて、その上で判断した上で重徳和彦にお力添えいただくように心からお願いを申し上げて、ご挨拶応援の面に変えさせていただきます。